なんかねもう大変らしいのよ。はい。え、あ、これお米がお米がそうです。もう今お米だけじゃないけどね。うんうん。もう今あのもう農産物が、はい。農産物だけじゃないわよね。もう世の中皆さん大変で。本当大変。倉庫米だらけらしいのよ今。うん。ちょっと朝ごはん食べた。お米食べた。 食べました食べてないだろうオートミールク食ったろ <laughs> ちゃんとだめよーお米食べないとみなもう多分北連さんだけじゃなくて日本中の米蔵が今米だらけよ、うん、皆さんに食べていただきたいそうですよ本当に。うん、その美味しさをオートミールオートミールか。<laughs> 女性はね最近ねもうね本当ですよねオートミール食べたんじゃないの朝朝からご飯おかわりしてまいりましたう,わ <laughs> うんおかわりしてそう <laughs> 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 今回とうとうもう、はい、制作費もなくなっちゃってあら <laughs> そういうことなんで絵になっちゃったわよいつもはあの着物姿でそうなのよもうね着物高いからうんじゃないわよ本当にいやいやでもなんかちょっとねいつもと毛色が違ってすごい服が分けていただけそうな本当はいそんな感じになりましたけれども何ハオマラで言ってるいやいやいや今回の真っ赤な衣装も本当にお素敵でありがとうございますなんか。 日本経済のよようにどんよりしてるわね本当に <laughs> 大丈夫皆さん元気出しなさいよ本当にお米まさかそのロマンスグレーのお父さんまでオートミール食べてんじゃないだろうね <laughs> 本当にご飯食べてますちゃんとねっ食べてよ本当自じ、はい、に聞いてなかったわあそうですね肝心のちょっとなんか朝は コーヒーとヨーグルトみたいな顔してない？<laughs> ちょっとそんな感じしますよね。<laughs> ちゃんと食べてます。コーヒーは今日飲んだんですけど、あのいつも私おにぎり食べるんです朝は。あ、おにぎり。おにぎりもう決まってるんです。おにぎり必ずおにぎりとあの一番もうすぐ食べれるんで、で冷凍しておくんです握っといて。うん？<laughs> ちょっっと怪しくなってきたわいや本当本当本当です本当に本当で,すでもうレン,レンチンして食べのそうですレンチンでレンチンチでもうすぐ食べるかそっかだからあのみんな小分けにしておくみたいに<で>もうおにぎりにしてラップでくるんどいいでおいてそれであの私不規則なんで朝ちょっと移動しながら食べたりとかこれいいこれちょっと私ちょっと今まで想像もしてなかったわはいそっかあの小分けにするときにおにぎりにしちゃえばいいのかもうそのままいけますからバクッと。 7増量ですすかうちょっと知事が簡単家事アイディアを発表みたいに <laughs> たい小分けにする時にもうおにぎりにしておくっていうねこれなかなかやってるみんないや楽なんですねやっ,やってないよね意外とだ今度インスタであげようかなと思ってるんですよいやそれね<の>ちょっといいと思うおにぎり作ってるインスタで動画あげようかなと 好感度アップ狙い。<laughs> <laughs> やっぱりお米食べてもらわなきゃいけない。お米を食べてもらわなきゃいけない。お米アピール。お米アピールだから。そうです。そうです。七パーセント増量用。七パーセント増量ですからね7。七パーセント増量、うん、もうこれもうきん、もう。緊急でにないことですから,から。緊急事態なんですよ、皆さん、これ、はい。もう。本当は七パーセント増量するんじゃなくて7。七パーセント消費を増やしたいんです。皆さん。 切実,な切実なんんですよ、ね、これ皆さんねだからもう7%増量を機にちょっと1回買っていただいてねお味しさを知っていただいて、はい、おにぎりいいアイディアだと思うわ年末までのキャンペーンなのでうもう年末はもう七つ星をもう皆さん1回も味わっていただければほんとにはいでほらお弁当とかをさ持っていくのにさ 朝大変じゃないそうなんですよねだ炊いていっぱいおにぎりにしておいたらお母さんも楽よ確かにこれすごい今日はいい知恵をそういうところまで考えないとやっぱり長期政権って気づけないのね <laughs> 野心家ですからね野心,だわ野心家ですからね、はい、じゃないわよあんたも本当に私あの今日このパネルがあるって聞いてたんで、はい、本当にマツコさんとあの前回会った時はすごいかあの手を組んでくれて あのすごう嬉しかったんですけどこのパネルがあるって聞いてたんでいやなかなかこう距離を取ってお話しするんだろうなって思ってて、うん、でさっき楽屋にご挨拶をさせていただいたらもう早速あのなぜか私のお尻を <laughs> そうそうちゃんとね <laughs> やらかいってい長期整権ができる足腰を持ってるかねちゃんとね <laughs> 確かめたんですよ、ね、た大丈夫でした大丈夫です4基はいけます <laughs> 私もお尻触ればわかるんです。わ <laughs> かるんだ大体わかんねんよ。四期四期四それか三期で国政。<laughs> やめなさい。あの振り付けてくれた方、<laughs> うん、竹本ピアノの CM で踊ってた方なのよ。もうすごい。と読めきましたスカ、ね <laughs> はい。すごいのよ。今もう、うん、振り付け師になられて、えー、竹本ピアノの CM で左前で踊ってる女性が振り付けてくれたの。 考え深かったわキレよもうほ <はい S 2> <う>んとにもうまるでマツコさんが踊っているかのようなそうそうそうだから <うん S 2> でもちゃんとポーズはね取ってこうこ、はい、の竹本ピアノの女性竹本ピアノの女性って変よねそのコレオグラファーの女性からう <ん S 2> もうだから私はよく分からないこうしてくださいとかああしてくださいとか言われてそれでできたの <うん S 2> なるほどじゃあ実際に撮影の現場ではポーズいろいろとしてたんですねダンスやったわよちゃんとダンスまあ ダンスはしてないけど、もこういろいろやったの。いろいろやって、あの作品が。いろいろやったあの作品ってどういう。こんなに毒づくタイプだった。ミスタードーナツのイベントで会った時き。年を重ねました。ね年を取るとやっぱたくましくなるわねみんな。こんななっちゃうのね本当に。海丸はですね、直巻きというまた。直巻き。はい。あ。 いわゆる苗を作って、うん、それをこう田植えするんじゃなくてなくて直で巻くのそうなんですそれでさあどういう味になってるかというのをマズコさんに <laughs> ガゼにちょっと興味をだから苗から田んぼで作るのえはーえこれえびっくりしませんもしかしてあんまり米の作り方知らないんでしょうあんたたち お米は、ほら田植えって苗から、苗をやるじゃない。わかるちょっと…うん <laughs> まああのー…チョコでまくの種をまくのは水田に <laughs> だいぶ驚きが多いようですけれどもできるんだね、それ。<laughs> そう、そうなんですよ。昔はそうやって作ってたんだよもんね、だってね、大昔はね。 そこはあんまりみんな分かってない。<laughs> <laughs> <laughs> ちょっとエミマル食べてみるわよ私 <laughs>、はい。エミマルをちょっと最後のお楽しみに取っておきまして、はいまず七つ星からいきたいと思います。<laughs> ではまず七つ星です。<laughs> <laughs> 一回 <laughs> 召し上がっていただいちゃった方が良さそうですか大丈夫ですか <laughs> はい。 よくできてるという。これ本当に私が今までねあのお世話になってからずっといただいてる中で一番かも。一番いただきました。いやか七つ星はもちろんだからちょっとアスタリメではあるんだけどうん、うん、味が濃い。まず続いてゆめぴりかです。もうだって一番すごいえぐいやつよ。えぐいやつです。 しっかりと味わっていただきましてゆめぴりかやっぱり炊き上がりが違いますあもうすごいバクバク召し上がってるちょうどいい量でやめれないんだろ <laughs> ついついお箸が進んじゃうっていうおいしいいただきましたでもやっぱりうん今年七つ節すごいね出来あうん かと比べても,も肉薄してるあ肉薄してますかあんまりあんまり東京だと流通してないんだけどね実は私これ一押しなんですよ実は一押し実はうんふっくりとした見た目の艶もあるふっくりんこということですか必ず二口しっかりと味わっていただいて うん。甘いんだけどすっきりしてんだよね。ああ<ー>。は,はい。これまでの濃いものから比べると。甘くて濃いんじゃなくて甘くてあったりしてる。なるほど。初めて召し上がっていただきます。エミマルです。ちか巻き。はい。ちか巻きってすごいよなちか巻きでどのようなまずはちょっと。 香りが少し強いあ<ー>んどんどな感じですか直巻きでこう何だからかどうかは分かんないけどちょっとだから癒やしあふれるというか、はい、他のよりもなんか強い。 歯ごたえもあるし、うん、香りもしっかりうん、うん、お米って感じおーお米という、うん、あの私が子供の頃ってさこんなにお米すごくなかったのようん こんなにいんか今すごいじゃんもうお米って甘くなったしその豊かさがそうだからかちょっと懐かしい<ー>でもあれよ今の <はい S 2> 技術で甘いしそこは今のお米のクオリティなんだけどちょっとなんかこう本来のお米 うんちょっと懐かしい感じがするすか懐かしいというか何て言うんだろういいや野生的と言ったら変だけどはい全部食べちゃいましただまだあります大丈夫です歯応えちょっと強いよね強いよねうん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 しっかりとお米の味が 染み渡るような感じでしょうかたぶん炊き方にもよるだろうけどうんうんちょっと水分少なめに炊くとはい若干おこわ的というかへ、えーもちもちしてるしうんうんちょっと食べてみたくなりましたあ私これが一番好きかもああれやっぱりななつぼし。<laughs> だから毎日食べるものって考えたらそうなのようん でも、なんかえみまるはねうんちょっと強敵になってきてるわね。すかね、私まださ古い人間なんでゆめぴりかを毎日食べるっていうのが贅沢な気がしてできないの。わ <laughs> かる <laughs> なんかこう いつもお先祖様にに申し訳なない気になってくるのよ <laughs> そんなのを毎日食べてる自分がそうだからいつも食べるならうんまあ七つ星だってすごいんだよ、うん、その標準米とかに比べたら高級だし、うん、それはねそれで贅沢をさせてもらってるんだけど、うん、最上位はね、うん、なんかほらうな重も特上は頼まないじゃん。うん ちょっと特別な時にとっとこうかな。その感じで、うん、夢ピリッカ毎日行けないのよ。なるほど。そう。そう考えるとやっぱり。七つ星かな。